またか。おはよう、アサヒ。毎日毎日入れ替わり立ち替わり。それだけみんな、アサヒくんのことが好きなんですよ。そういえば、葵は来ないんだな。はい？ねえ、アサヒ、遊ぼうよ。お前もちょっとは手伝えよ。ダメ、そこは。だから、そんな風に。室内は今にもむせ返りそうなほどの陰微な空気に満ち満ちていた。あ？朝日の節くれだった指が折りゆき、アメリアの体は電流が駆け巡ったようにピンタに反応を。漢字の勉強？悪い？いや、悪くないけど。私だってあんたの国の言葉ちゃんと使いこなせるようになりたいじゃん。なんで偏った字は書けるのに簡単なのがダメなんだよ。そんなの私が聞きたいわよ。アメリアさん、どうしたんでしょう？帰ってくるなりご飯も食べずにこもったままなんて。ああ、あとさ、同じ言葉をちゃんと使えるようになりたいって気持ち、ちょっと嬉しかった。自分を嫌いだなんて言うな。これあんたが？ちょっとでも役に立てばと思って。何渡したの？ここからじゃ見えない。朝日さんと何してるんでしょう？男女二人でやることなんて一つじゃない。何してんだよ。どうだった？まだまだってところね。その割には嬉しそうじゃない？私が頑張ったってこと認めてくれてる人がいるから。